切れるけど。一番でも怖いのはさ、外れた後に、いやいや、スタッドレスだったら無理。さすがに。ブニョってしてるから。あれ滑るんだよ、つらーって。逆に気になるからやめろよ。いやでもわかるじゃん、工事とか答えたら。これでですかんけど、これ僕も食べれると思うんですかもね。だからどうしたの？あのちょっと2から行ったみですか。しょうがない、朝だと待てよ。よし、わーかわいいやつめ。わかるんだろうな、僕っても匂いで、あ、これも僕も食べれるですもんみたいな。あ、やべえ、今一瞬他の犬見てもすげえなんかほっこりしちゃったな。いや、可愛いし、だって、いや、どの犬に対しても楽しそうに歩いてるからじゃない？大好きなさ、パパと一緒に歩いてた私服の時でしょ。だって犬って散歩する時って飼い主さんを一番独り占めにできる時間帯じゃん。一緒に出歩いてるから。コギババアだっけ。失礼なあだ名つけるよな、大概だよな。あ、でも無理だと思う、あれは。つかあのババアたまに空気読まない行動する。本当なんか、なんであのババアのせいで楽しく遊んでた公園を追い出されなきゃいけないのか。あ、パパも吠えちゃうからいけないんだけど。したっていうのはちょっと何とも言えないけど。何が、うん、あなたは無視したみたいな。無視した、挨拶しなくなったみたいな。誰が、奥さん。どこの、その芝公園。なんかあったっけ、行ってなかったかな、この線。急にそっけなくなったみたいな。辛いんだと思う。量多いし、逃げ。かといって甘いコーヒー、俺コーヒー飲めなかったかもしれない。コーヒー牛乳は多分好き。あれはね、あれでも私もうカフェインが入ってるコーヒーは飲めない。あれ、コーヒー牛乳チートだよあれ。ココナッツミルク入ってる。まあ私カフェインが苦手になってるから多分無理。で私が家で飲んでるのはカフェオレじゃなくて、もうカフェインないんだから。なんでしょうね。ただの砂糖水飲んでるもんじゃん。バリューのあのレモンティー飲めばいいんだよ。あれ水でも割れるから。あれを教えてくれたフォローさんは色が似てるからってずっとバスクリーンって呼んでる。え、相当気に入って飲んでるね。軽量カップに並々に入れて飲んでる。眠くないけど気持ちいい。なんか心地がいいのかな。それ眠くなってんじゃないの、豚さん。豚さんってなんだ。あ、俺そうだよ、まあ、あなたはあー、ちゅうちぇよ。痛い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 、パパ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 、あいパパ痛い。痛いよ、そういうのやめてよ。お前お前じゃないよ。おばみ。キッコッサ。キッコッサ。呆れすぎて今分かんない。ペプリだぞ。スマホがどっか行っちゃった。あった。なくせよお前は。何？
なくさねえよ、私はあんたと違うの。エクシマヘンディ、間に合へんね、ポテトも食ってんな。ただあれドレッシングねえから相当まずいだろ。ドレッシングついてないの？うん、生？うん、きつ。うん、まずいと思うよ。だったらスイートコーンだけにしてくれよ。子供が食ってるのみたいな。ドレッシングなくても食えんの、スイートコーンぐらいよ。私ただあれ野菜じゃねえだろ、あんな豆と甲殻類だっけ。うん、あれは多分野菜じゃないと思う。まあ野菜ではないね。うん、せめてそのレタスとかさ。そうね、レタス、キャベツが入ってるやつならまあ野菜かなってなる、ね、あれは、まあ、豆だけ、大豆、せんずせんず。あれはね、子供食わねえよ、あんなんじゃきついよ。なんかすげえ、なんか美味しくなさそうだった。それであの豆をさ、細かく刻んであるやつとかだったら100歩譲ってもいいかもしれないけど、そこにレタスが数枚ちょんちょんって入ってるとか、ね、あれ多分さ、売れないからさ、CM やってんでしょ、あれ。でしょうね。うん、いや、売れないよ、あれは。大人でも買わねえな、あれ。買いたくねえもん、野菜好きでも買わねえよ。あれがスイートコーンだけだったら買ってもいいけど、豆いらねえ。いらねえよ。何がスイートコーンだよ、バカやねんのか。どうした、なんでもさ、満たすとかねえから、ダメだった。チョレギサラダみたいな感じにしちゃった。チョレギ、チョレギ、チョレギね。いや、でもあれは食わねえわ。いや、見た目からしてもスイートコーンだけでもまあそれもいいと思うよ、確かに。何らかにポテトさ混ぜて一緒に入れるんじゃん。ただなんか笑いしか出ねえんだよね、あれ見ると。なんだぜか、あれを子供に食えってね、すげえ酷な話です。ダメなんだ、本当はダメなんだけど。